俺の看板 AWM、ハイドモスコリです。今回はですね、まあ前にありました、永遠の消防隊のガチャの方をですね、まあこれを振り返っていこうかなと、まあ明日からですね、永遠の消防隊のガチャの方始まりますので、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、まあ、永遠の消防隊ね、第2弾と第1弾があったっていう、まあ、感じになってました。はい。まず、第2弾の方からまとめていきます。それが、こんな感じの内容でしたね。第2弾の方が、車と銃と副スキンが入っていて、まあ、当たりがないじゃんっていう感じの内容になっていたという風になってますね。まあ、確率もね、全部合計して、2.6% とか、まあ、それぐらいしかないっていう感じの金額確率になっていて、正直、まあ、あまり優秀ではないっていう感じでした。10連得点もなかったんで、まあ、10連得点があれば、まあ、そこそこいい感じの内容なんですよね、これって。うん。ですけれど、まあ、10連得点がないからですね。あれは優秀なんですけれど。うん。あったら、まあ、例えば、金銃とか、あと、副スキンとか、まあ、すぐ出して、まあ、被せやすいって感じなんで、まあ、金地系結構作れるって感じの内容になってたと思うんですけれど、まあ、その、回数を増やせない分ですね。まあ、結構なかなか難しい感じの内容になっていたっていう具合ですね。はい。これ、金幕の服、微妙なんですよね。で、次が第1弾の分ですね。第1弾の分のガチャは、こんな感じに内容になってました。はい。まあ、これ、マッチボックスが当時人気あったですね。今は、精鋭の特典があるんで、まあ、微妙ですけれど、当時はまあそんな感じ。マッチボックス人気で、まあ、結構ね、ワンチャンなるジープっていう風に言われてましたよね。まあ逆に言うとマッチボックスだけのガチャっていう具合ではあったんですけれど、まあ、正直第一の内容見てもそうなんですが、まあすごいその優秀ってわけではないっていうですね、内容という風になってました。まあ、こちらもね、確率 3% いかないぐらいですね、金額確率となってまして、まあプラス、こちらもまあ10連得点ないんで、まあ永遠の消防隊のガチャって、まあ試行回数増やせませんから、基本的にそんななんかあんま優秀じゃないっていうですね、一個一個に振られている確率は大きいんで、一個出してしまえば、被りはするんですよ、当たった時。被らせるっていう意味では優秀なんですけれど、単純に当てるっていう面におきましては、めちゃくちゃ優秀かっていうとめちゃくちゃではないっていう。いや、これで、この確率の振られ方で、10連得点があったら超優秀だったんですけれど、まあ、ないから、まあ、まあこんなもんだよねって感じのガチャ。金地系は作りやすいよねって感じの内容となってました。まあ、明日から来る内容に関しましても、まあ、ここら辺のね、まあ、金箔のアイテム2つ足された内容で来ると思います。まあ、欲しいスキンが正直あるかっていうと、ハウメアぐらいじゃないですか、オレンジャクの。まあ、ここら辺はワンチャン、チケットでも交換できそうなんで、まあ、チケット交換でぶっちゃけいいんじゃねっていう風な内容ではあるからですね。まあ、ですので、回すか回さないかってのはちょっと微妙なところと思いますし、まあ、回そうと思ってる人も、10連得点なかったら、ちょっとまあ、スルーでいいんじゃないっていう、他のガチャ回して、その時に出たチケットで交換するぐらいが、まあ、一番いいんじゃないかなっていう風に思いますね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、ちょこちょこガチャの確率をいじっているから、信用はないですね。しかも、額に見合ったものも出してこないし、お金入れる意味なしですと、まあ、こういうコードそうっすよね。まあ確率いじってるねゲームなんで、まあ難しいっすよね。正直なところ、非常にまあちょっとなんかね、お金入れる存在ではないのかなと思いますね。まあ実況者だからですね、まあ検証がてらしてますけれど、実況者じゃなかったら入れてないですね。はい、それも間違いないと思いますね。このゲームに入れるのはちょっとなっていう風にマジで思いますもんね。もともと僕ゲームに課金すること自体すごいその抵抗があるんで、ゲームの中でついでに経済活動をしてお金が出たらそれで課金してもいいかなっていう風に思う人なんですけれど、そうじゃないんだったら正直まあ怖い行動に入れる理由っていうのがマジでないなっていう風に思いますんで、なんかねどうなんだろうっていう、まあ、なんか怖い行動ってその課金してちょっと課金したらこのハードルクリアできるよねとかではなくて、ハードルが高いところにたくさん課金させてっていうスタイルなんで、どうしてもね、まあうまく回らなくなった時にまあ困るっていうのは、まあ回してる側も回されてる側も同じなんで、どうなんだろうみたいなね、設計者だよなぁと思っちゃうっすね、毎回。で、次ですね、戦艦乗るイベントで5番されました。解除もされませんと。ね、最近そういうの多いみたいですね。まあ、日本でも結構あったりとかするんですけれど、まあ、中国、まあ、グローバルサーバーで特に多い、まあ、感じに、まあ、思いますね。はい。かなりまあ、中国の方がその話している人多いんで、まあ、日本でも5番ってあるんですけれど、まあ、中国の方が、なんかフィルターがより上の方にあるんで、かなり厳しいフィルターになってるんで、なんか新しい機能が実装されて、まあ、今までにはないイレギュラーな動作だった場合っていうのは、割となんか5番が多いって感じになってます。なんで基本イベント参加しないっていうのがいいと思いますし、そのなんか運営のなんかね、調節のミスで自分のまあお金かけたアカウントが消えて、その結果まあね、そのアカウントも解除されずに自分のお金が無駄になるんだったら、まあやっぱお金入れる必要ないっすよね、このゲームに。いつでもなんかその変な対応されて、まあその自分の入れたお金が無駄になるんだったら、このゲームに課金すること自体が間違いですし、
もっとその元を正していくと、このゲームをすること自体が間違いっていう話になってきますんで、もうそう言わざるを得なくないですか。自分が入れたお金がゼロになってしまうかもしれないサービスっていうね、バックもありませんみたいな。賭博だったらいいですよ、ゼロになる。はい、でも賭博じゃないですからね。はい、ですので、そこにでも楽しさはないわけじゃないですか。やる意味あるかなみたいな。まあ、このゲームに課金する意味の以前に、まあ、このゲームをする意味があるのかなっていう話になってしまうんで、違うゲームを選んだ方がいいんじゃないですか。まあ、こういう風に僕が進めたりとか、違うゲームを選ぶユーザーが悪いんですかね。どうなんだろう。こういう風に言う僕が悪いんですかね。それともそういう風に言われてしまう側が悪いんですかね。どちらなんでしょう。で、次ですね。お金入れるのが正直もったいないけれど、入れても金券来ないのは法律に触れる気がすると、もう、まあ、バチバチに触れてますよね。だって、お金払って商品が届いてないわけやからですね。まあ、物のあるサービスとかあったら絶対ね、許されませんから、Amazon で物買ってから届きませんでしたとかやったら、まあ、許されるんでしょう。まあ、ダメなはずなんですけどね。まあ、どうもなんかいろいろ仕組みをガチガチに組んで、そうでもない形に持っていっているっていうのが、まあ、現状のそのアプリストアっすよね。うん。アプリストア側もちゃんとそこら辺も対応しないって決めてるみたいなんで、各々のデベロッパーに任せますよっていう手を取って、実際はそうやって詐欺っていうことを容認しているっていう状態なんで、まあ、この間その日本政府が、まあ、Apple と Google の規制っていうのを検討しているって話になっていたんですけれど、はい。まあ、さっさと規制した方がいいと思いますね。結構その、ふんぞり返って仕事してるんで、うん、さっさとまあ、絞り上げた方がいいと思います。まあ、僕はよく、公約コードに対する課金を否定しますけれど、まあ、そこら辺ね、やるべきじゃないよっていう、そんながっつりは。まあ、少額とかあったらね、いいと思うんですけど、まあ、あんま入れてもね、結局なんか無に帰るんだったら意味ないだろうっていうふうに思うんで、まあ、最終的にそのゲームをやめて無に帰るんだったらいいんですけれど、そうではなくて、そもそも対応されずに無に帰ってしまうっていうのはもう最悪じゃないですか。対価がないわけですからね。まあ、でもそういうのを推奨しているのは、そもそもデベロッパーを半ばね、なんか、なんでもいいような状態にさせているストア側なんで、まあ、アプリストアに登録されている、まあ、すべてのアプリに対して、まあ、アプリストアを通じて課金すること自体が、そもそもちょっともうダメなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますね。そういうインターネット上の無形のサービスすべてにお金をかけること自体が、もうなんか消費者としてはリスクでしかないっていうふうな、ちょっと捉え方に僕変わってるんで、マジ本当なんか、すべてのゲームに対するお金の入れ方っていうのは皆さん考えた方がいいかもしれないです。バカみたいにそのお金突っ込みますね、日本人は、みたいな感じで思われていると思うんで、まあ、そういうのはね、思われ方っていうのを変えていかないといけないんで、お金の入れ方っていうのも、まあ、皆さんね、脳死で入れるみたいななんか、ね、ガチャで引くのがかっこいいみたいななんか流れあるし、謎の意味やから、お金入れるやつがいいみたいな。よくねえから、うん、ただ金使ってるだけやけん、よくも悪くもないし、なんやったらまあ、バカまでいますからね、ただのその、ギャンブル中毒者みたいなもんすから、ゲームに大量のお金突っ込むっていうのは、普通に数千でできるゲームに対して、たくさんのお金使うってバカでしょう。無料でできるゲームに対して、お金なんて本来入れる必要ないですからね。ゲーム全く触らない人からしたら、なんで無料で遊べるゲームにお金入れるんですかみたいな。意味わかんないっていう風に、多分思われてると思うんで、まあ、そこら辺なんかね、違う目線でもなんか自分自身を見た方がいいと思いますよ。で、次ですね、絶対エヴァまで貯めた方が良さそうなんだかと。そうですね、まあ、それはもう、各々の主観によって変わってくると思うんですけれど、最近の小屋行動の、まあ、ジュースキンとかって、ワンパターンなんですよね。全部同じみたいな。うん、デザインとか、例えば、白地のジュースキンとかやったら、白地になんかカラフルなラインが入っているとか、紫のラインが入っているとか、そんな感じのスキン。まあ、ゲーミングプラグスーツが白地にまあカラフルなラインがあるんで、多分そういうスキン実装されてくると思いますし、まあ、エヴァも毎回デザインも同じで、まあ、重機だけ違うみたいな感じになっているんで、ワンパターンだなと思うし、拡張もね、7段階か4段階になってますけれど、全部機能同じだしさ、まあ、工夫が見られないもんね。工夫ねえからもうなんか、あんま、そんななんか価値感じないなってのは正直思うんですよね。うん、なんか、いろいろ工夫した方が僕いいと思いますけどね。まあ、銃によって拡張の段階が違うとか、機能が違うとか、まあ、そういうのがあるからこそ、いろんなものに対して価値ってのは感じるわけで、うん、価値感じづらいような作り方してんな、みたいな。500コードの商品見ていて思いますね。下手だなっていうものの売り方が。まあ、キルボイスが人気なのも、結局そのいろいろ喋ってくれるからとか、それ以前に、まあ、そもそもキルボイスはある銃が少ないから希少価値を皆さん感じているわけで、最近増えてきてますけれど、やっぱ希少価値ってのも下がりつつはあるんで、もっと増えると、まあ、やがて価値ってのは完全に皆さん感じないようなものになってきますし、まあ、少ないからこそ価値があるわけで、まあ、各々のスキンでその機能を変えるっていうのは大事ですよ。変えることによって、まあ、変えられたスキンに対して、機能に対してまた価値を感じるわけなんですから、そういう工夫ってのは常に先手的ですよね。楽を覚えた瞬間は一気に下がりますよ。